FRD プレゼンツ LFL 稲垣正之ゆきのセイユアチェイアニメ玉さてまもなくアニメ玉が始まりますが今日もスタジオに出演者の方が来てくれています今日は何人来てくれてどんな話をしてくれるんでしょうかこんにちはチラウミフィッシュカー選手権お魚たちの猛レースフェラーリテスタロッサに乗っている青葉バスズメ大役のズケランリカですはい テスタロッサに乗っている青葉ちゃんすごくお嬢様でプライドの高いキャラなんですがこのお嬢様キャラがどうなっていくのか皆さん応援をよろしくお願いします吉村亮です赤旗というお魚がトヨタレクサス LFA というすごい車に乗ってる役です面白いレースになりますみんな聞いてください山内一郎です日産 GT-R 南洋萩ですぜひ皆さん聞いてください はい中地真由美ですホンダ NSX 青筋転軸大はいみんな真剣に声優さんになってますぜひ聞いてくださいはい中地きららですランボルギーニカウンタックという車に乗る赤尾ビベラという役をやりました面白い作品なのでぜひ最後まで聞いてってくださいアニメ玉メイドイン沖縄ボリューム三十一タイトルチュラウフィッシュカー選手権 お魚たちの猛レースささあ沖縄中の美ら海から集まってきた海の中なら自分が最強だというレーザーフィッシュたち緊張の面持ちでスタートのコースに並びました順番に紹介してまいりましょう第1のコースマシンは日産 GTR ドライバーはナイオウハギ。チャンピオンは俺だ。第二のコース。マシンはホンダ NSX。ドライバーは青筋天狗だ。誰にも負けない。第三のコース。マシンはトヨタレクサス LFA。ドライバーは赤旗。チャンピオンの椅子には俺が座る。 第四のコース、マシンはポルシェナインワンワンターボ S、ドライバーは青の目旗これは私が勝つレース。第五のコース、マシンはランボールギーカウンタック、ドライバーは赤帯ベラ。最強は私。第六のコース、マシンはフェラーリテスタロッサ。 ドライバーは青バスズメダイ狙うはチャンピオンのみチュロミに赤色のランプが点灯しましたこれが青色に変わった瞬間がスタートの合図です賞金1000万フィッシュドルを奪い合う壮絶な戦いが間もなく始まろうとしています今日の海流は流れが早いお手並み拝見します 最初からぶっ飛ばしていくぞレースの序盤は2位か3位のポジションにつけよう私は負けないコンディションは最高さあスタートです各社一斉に飛び出しました直線コースの後の最初のカーブはコースの幅が急に狭くなっていますどんな順番でカーブに突っ込んでいくのでしょうよしトップでコーナーに入ったこのまま頼むぜレクサスわずかに遅れたでも まだまだレースはこれから NSX なら大丈夫流れに乗りすぎるとコースアウトしてしまう GTR よ落ち着いていこう6台全部が第一カーブを抜けました1位レクサスの赤旗ハ2位 NSX の青筋3位 GTR の内容よ4位ポルシェの青の目5位フェラーリの青馬 最下位ランボルギーニの若帯4位かせめて3位につけなきゃ優勝は狙えない少し飛ばすよポルシェコンディションはいいのに5位なんてありえない頑張れフェラーリランボルギーニが最下位私が最下位絶対に負けないカーブを抜けた途端に ポルシェ、フェラーリランボルギーニが前のレクサス n s x g t r を猛然と追い上げ始めました3位を抜く内容を抜く私が3位につけるええそんなに煽るな青の目には抜かせないよ抜ける内容を抜ける私が3位だレースは始まったばっかりなのに頑張っちゃってからに4位の青の目が3位の内容に並んだ抜いた ポルセがを抜いたたになったまたスピードが落ちたエンジンの回転数が上がらないどうしたフェラーリあらら急にスピードが落ちた抜かせてもらいます5位の青葉のスピードがガクンと落ちたマシントラブルでしょうかその隙に赤帯が抜いていく5位はランボルギーン再開はフェラーリになりましたせっかくフェラーリを手に入れたのに。 マシンのコンディションさえ良ければ負けるはずのないレースだったのにマシントラブルで最下位になるなんて賞金が欲しいわけじゃないせっかくパパにおねだりして買ってもらったフェラーリでレースに負けてしまったらパパに申し訳ないそうだパパが私に言っていたあの言葉勝ちたいのなら何をすべきかどれほどの努力をしなければならないかよく考えなさいはい パパ、考えます。そして、勝ちます全く停車してしまっていた、最下位のフェラーリの青葉。どうやら、マシンの修復が終わったようです。フェラーリ独特の、感高いエグゾースノイズが、再び、コース上に響き渡りますフェラーリ急加速をしていく青葉がレースに戻ってきた 次は海流が渦巻いているコースだ NSX の青筋が迫ってきているがこのレクサスの足回りは完璧このまま突っ込むしかない私が倒すべき相手は前を行くレクサスの赤旗だ海流を乗り切るためには私の NSX の方が有利なはずここで抜くトップのリーダーは海流が渦巻く難関コースに突入している フィッシュカーの車体が大きく揺れている。さあ、後に続く各ドライバーたちもこの難関コースを走りきれるのかおやおやここでレクサスと NSX の2台が今や接触しそうなくらい近づいて激しいバトルを繰り広げている危ない、ぶつかるぞ。青筋のやつ NSX なんか乗りやがって子供の頃からそうだった。 俺のやることを必ず真似して必ず勝とうとするそして勝てないと分かると危険な手を使ってでも俺に挑んでくる困った俺は青筋に勝ちを譲って別のことに挑戦し始めるするとあいつはまた俺と同じことに挑戦してくるこの繰り返しだしかし今回は違うこのレースだけは勝ちは絶対に譲らない何としてでも 俺がチャンピオンになるんだ。私は赤旗に挑む今までもそうしてきた今回のレースでも赤旗に挑戦し追い詰める子どもの頃から私は赤旗の背中をずっと追い続けてきた何をやっても赤旗の実力はずば抜けて優れているから赤旗に挑戦してもし一度でも勝てれば私は私のことを認めてあげられるような気がするから。 でもいつも赤旗は最後の最後で勝負をつけずに私に勝ちを譲る。その勝ちは私にとって意味がないんだ。私は私を認めてあげたいんだ。だから今回だけは勝ちを譲らないで。おっと、青筋の NSX が赤旗のレクサスにぶつけたかいや、赤旗がかわした。レクサスが衝突を避けた。この隙に NSX はトップに出ようとする。 青筋がトップに立とうとする。しかし赤旗は譲らない。青筋の前に立ち塞がる。以前、レクサスがトップだ。フィッシュカーゴと青筋に突っ込んでいたエレセクスは。一歩及ばず。え、嘘。ブレーキ、ブレーキ。おい、止まるな。何やってんの。うわー、危ない。っと、こっちも衝突の危機か。なんと。 GTR に乗った内容がポルシェの青の目を抜き返して3位に上がった途端レースコースを横切るような形で急停車したポルシェの青の目ランボルギーニの赤帯なんとか急展開して衝突を回避したがもちろんコース上に停車してしまったそこにものすごい勢いで走ってきたフェラーリの青馬車体をスピンさせるような形でなんとか衝突を下げた 死ぬかかかと思った。ら先には行せないぜ。どうした ?GTR を操る内容が不敵な笑いを浮かべたままフィッシュカーを走らせようとしないこれはどうしたことでしょうポルシェ・ランボルギーニ・フェラーリはレースを続行することができません GTR は南洋は何のためにレースを妨害しているのでしょうあ と GTR の内容から実況放送席に向けてのメッセージが今届きました読み上げます内容より皆様へ即刻このレースを中止しなさいこれでバカ騒ぎは終わりだおっと残念ここで本日の放送時間が終了となりました この後レースはどうなるのでしょうかトップを争うレクサスの赤旗 NSX の青筋の勝負に決着はつくのかコースを阻まれたポルシェの青の目ランボールギニの赤帯フェラーリの青馬は再びレースに戻れるのかそしてレースの中止を求める GTR の内容の狙いは何なのかますます緊迫の度合いを高める 来週の放送をお楽しみに出演稲垣正行中地真由美中地きらら吉村亮ズケランリカ、うん、FM 技能案山内一郎 FM 技能案石坂まなみ。はい今日のアニメ玉に出演してくださった方々がスタジオに来てくれています、えー、録音済みのものですお聞きくださいはい、い、えー、フェラーーリテスタローサに乗っている。 青葉すずめ大役のズいっです。はい、いは青葉ちゃんどうなるかと思ったんですが、まあ、無事ね、成長する面も見せてくれて私としてはもう保護者のような気持ちで、はい、自分としても見守ってましたがね、またこのレース、これからも続いてほしいなという気持ちでいっぱいですので今度こそトップを飾れるように頑張っていきたいと思いますので今後も青葉ちゃん、応援よろしくお願いします吉村亮です。 赤旗というお魚の役をやりました。とても緊張しましたけど、とっても楽しくできたと思います。日産 g. T. R. の南洋萩です。えっと、本当初めてなんですよ。僕、ラジオ、ドラマ、やるの。演技もすごい恥ずかしくて。大変でしたが。なんか面白かったです。はい、中地真由美です。お魚さんなんですけど。名前が難しくて。青筋天竺大。 そんなお魚です。はい、ホンダの NSX かっこいい車です。はい、今回は本当にもう中西のメンバーで出たんですが、とっても楽しかったです。皆さんもねぜひね、こう,うモアイメンバー、沖縄ではねモアイっていうのがありますので、そのメンバーでも参加してみてください。中地きららです。ランボルギーニにカウンタックに乗る赤帯ビベラという役をやらせていただきました。久しぶりだったので緊張したんですけど、楽しく伸び伸びとできたかなと思います。次は E U J の取材 CM を聞いてください。 EUJ は主に東京以外の地域で展開する総合エンターテインメントグループです全国で漫画アニメラジオ映像作品を企画制作しながら東京以外にお住まいの方々へも芸能にチャレンジする機会を提供しています EUJ では今ラジオをお聴きいただいているこちらの地域でも芸能をオンラインで学ぶことができるんです紅の豚のポルコロッソを演じた名俳優コ・ 森山秀一郎さんの遺志を継いだ芸能オンラインスクール最高指導責任者はこの番組のメインパーソナリティーでもある稲垣正幸先生です。対象年齢は小さいお子様からシニアの方々まで幅広く学んでいただくことができます EUJ で検索してみてくださいねアニメ玉についての感想を抜粋してみました聞いてください 主人公などの気持ちを考えながら読むのがとっても難しかったです楽しかった自分の声を聞くってちょっと恥ずかしいなっていうのもあったんですが、うん、で楽しかったっていう気持ちの方が大きいですとても新鮮でした <laughs> また機会があればやりたいなって思いましたやってみると緊張がだんだんほぐれてちょっと楽しくなってきた感じでした <laughs> やっぱ自分で演じれるっていうのはなかなかない経験でとても楽しかったです、うん、ドキドキしたんですけど楽しかったです 声優さんのお仕事を体験できてすごくいい経験になりました楽しかったのでまた次もこのような機会があったらまたやってみたいなと思います経験できなかったことができたのでよかったです難しかったけどやってて楽しかったですはいチューラミのフィチューカーのーモーレースの場続編があるぞという感じで、はい、で、えー、今回が5人ですね、はい、5人の紹介をさせていただきますが 前編で活躍してくださったね、はいえー、キャストとして活躍してくださった、えー、中島由美さん、はいね、中島さんが ホンダ N X S X に乗ってくれてました。はい。え中島ももうどんどんお上手になってね。うん練習にも身が入ってるみたいですよ。はいはい。え前中島裕さんもねどんどん成長してるなって。ね。うん。なんかあの最初にお会いした頃よりは格段な成長なれの気がします。はい。と思いました。嬉しいですね。はい。えそしてもう一人えと吉村亮さん。はい。 吉村さんが、レクサスでしたね。はい、えっと、番組やってらっしゃる方でした。りょうさんも番組やってます。ね<ー>はい。しかも、アニメ玉の、同じ、水曜日。あ、お,うお,うおう、ほ、はい。夜8時から、どこかの領事館という番組をやって。いて<ー>はい。面白い番組です。で <laughs> あ、そうですか。はい、へえ。あ、残念ながら、いつも、なんか、終わって収録してみたいになってるんで。そうですよね。ちょっと聞けてなくて、残念です。えー、今回も。 あの独特な声でね、そう声がまたいいですよね。印象耳残っちゃいますからね。えっと録音した声でね皆さん聞いてもらってますけれど、僕生で聞くじゃないですか。生で聞くともっといい声ですからね。ね、びっくりしちゃいます。その声がまた活かされている。はい、今回もこのシナリオだったんじゃないかな。そうですね。ちょっと意識して書かせていただきました。 はい、次がフェラーリに乗っていた、えー、ズケラン・リカさん、ねはい、今回もこの前編では活躍していただきましたが、えー、ズケランさん初出演です、えー、これはどういうご関係でしたっけねリカさんはこのマリカパンさんって呼ばれてるんですけど<ー>このみんなからは。えーはいえっと朝のモーニングエイト水曜日の朝の担当でもう長らくモーニングエイト私が来る前からされてて。えー すごいやっぱ声が綺麗ですよねこの透き通った声で。 情報いいたただてんでちょっとお嬢様みたいなキャラクターに書いたんですけど本人も今回すごい実はアニメ玉参加したかったんですずっとっていう話を聞いてああじゃあもうちょっと早く誘っておけばよかったでもよかったです今回ね本当によかったですぴったりの感じでフェラーリフェラーリこの人ぴったりって感じで嬉しかったです。はい はいそして今回はキララちゃんがランボルギーニで出ていただきました。でした。ね最初にお会いした時は中学生中三で、でなんか協力が進むにつれてちょっと受験がお休みして復帰第一作がこの作品になりましたねはい高校生になりましたよああそうかそうだそうですよ成長がなんか見えてますね どんどん上手になってますもんね。はい、ね楽しみですね,ね。この先もね。うん、もうあの高校ってどれだけ忙しくなっちゃうかわかんないですけど、また全どんどん出てもらいたいですよね。はい、<ラ>ですね。ねキラヤさんには。 はいそして最後に日産 GTR の南洋萩という役で山内一郎さんに出ていただきました、はい、初出演なんですが、はい、なんとなんとお声を聞けばほとんど皆さんご存知だろう、ね、皆さん多分100%ご存知だろうという FM 技能のまあなんていうか代表といいますかね、うんはい、社長さんですもんね、はい どうですかてはいやいやもちろん山内さんファンの方もたくさんいらっしゃると思うのでこの声聞いたらすぐに多分ピンとくる人がいるんじゃないかなっていうのと、うんね、で今回、山内さんが、えー、アニメ玉に出たことで、えー、あのよりさらに多くの方がちょっと聞いてくれるんじゃないかなっていうのも私は。 思っててあ<ー>、まあ、ずっと参加してほしいなとは思ってたんですけども、ねうん、今回ようやくようやくようやく嬉しい良かったですねえ、はい、やっぱ味がありますよねやっぱ声に人生が出てるんではい 本人もすごい楽しんでましたね、うん、この収録の時も収録終わった後もあのも緊張したけどでもやっぱり楽しかったって言ってたのでかったです、はいはい、でそれを聞いてまた「あじゃあ山内さんできるんだったら僕も」とかいうリスナーさんとか増えそうだなとちょっと思ったので皆さんぜひ,ぜひ,ぜひ参加してください。来てください、はいお願いします アニメ玉についての感想を抜粋してみました聞いてください最初はとても緊張していたけどやってみたら楽しかったですこんなところがあったんですけど結構楽しかったです難しかったけどまたやってみたいですこのように何かを演じてこう言葉の意味とかその響きを味わうっていう機会をいただけたこと非常にありがたいなと思っていますとっても楽しめましたサボードとかで結構 スラスラ言えるようにできました難しかったけど楽しかったですと最初はとても緊張したけど後から自分らしく言えたかなと思います楽しくできてまたやりたいなってとっても思いました娘を連れてきたつもりが私までもうハマってしまって声優にもなっちゃってます <laughs>、うん、とても楽しかったですまたやってみたいです 私みたいな素人でもできるというかさせていただいたということで本当にあに貴重な経験でちょっと声に関する仕事は前からちょっとやってみたいなって思ってたので今回体験できてよかったです。 喋る言葉言葉一つをつないで一つの作品につないで聴いてる方に想像力を引き出すっとっても素晴らしい仕事だなと思いますテレビとかで出てる声優さんたちは普通に喋ってるように感じたんですけど実際にこういうふうにやってみるとすごく緊張しましまた番組も終盤に差し掛かってまいりました本日のアニメ玉に出演してくださったキャストの方のリスナーの皆さんに向けての一言がありますぜひお聞きください えー、今回ですね、青葉ちゃん役をやってみて、なかなかやったことない役どころというか、こうやって、まあ、声優のお仕事なんてしたことなかったのですごい楽しく演じさせていただきました、まだね、私なんかできないとか、どうやったらできるんだろうって思っている方も、まずはやることなのでね、ぜひ皆さん、何か機会を作って挑戦していただきたいなと思います。いろんなな役がありりますそそれれを頭の中でイメージしててになりきってしゃべると とても新鮮な体験です。皆さんもぜひやってみてください。お魚さんです。可愛い可愛い,いお魚さんです。<laughs> あの先生も優しいし、ユルフやのまなみさんも優しくそばで見守ってくれるので、ぜひ皆さん出てみてください。ランボルギーニカウンタックに乗る赤帯ベラという役をやりました。初心者でも楽しくできるので、ぜひやってみてください。はいえー、っと本当ねいい体験になったなと。 僕初めてやって思いましたので気軽に下手でも全然僕みたいにオッケーなんでぜひ出てくださいアニメ玉についての感想を抜粋してみました聞いてください緊張しましたがいい体験できて楽しかったです初めてやってみてとても感情などを表現するのがとても難しかったですやって楽しかったですやっぱり子や孫を育てるためにこのお話はとっても役に立ちます 昔、明治生まれのおじいさんたちも言っていました、読書も大いにやりなさいと、本もいっぱい読ませてあげなさい、そこから子どもたちが頭が咲いてきますよというのを、明治20年のうちの祖父はいつもその話をしていました。だから、このお話を読んだときに、とても明治生まれの祖父、もう30年前に亡くなったんですけど、 その祖父を今日思い出して涙が出そうでしたさあ次回の作品の出演者の方々が予告のコメントを残してくれています録音済みのものです五人分あります聞いてください次回チュラウミレスの真実ということで、えー、フェラーリテッサロッサに乗っている青星すずめ大役のズケラン理科ですはい青葉ちゃん最初はねこの機械トラブルのせいで結構いろいろ 抱えているものがありますが次回はどうなっていくのか無事走り切ることを祈っております皆さんご,うご期待ください吉村亮です深畑というお魚ですさあどんな展開がこの後待っているのか来週の展開に注目です中地真由美ですはいホンダ NSX 青筋天竺く出ました、はい、続きが気になりません私もドキドキ楽しみにしてますぜひ聞いてください中地きららです ランボルギーニーカウンタックに乗る赤帯ベラを演じました前回はちょっとなんか怪しい感じで終わったのでその真実が語られるということでぜひ楽しみにしてください山内一郎です、えー、ぜひ皆さんあの僕白心の演技をしましたので聞いてくださいアニメ玉についての感想を抜粋してみました聞いてください演じ分けがとても難しいなと思いましたでもとても楽しかったですこんな小さい空間で とても大きな世界を見れたような気がしますいい体験をさせていただきましためちゃめちゃ楽しかったです本当にいい経験させていただきました自分は滑舌が悪いで噛みすぎるかもしれないと思ったけど先生がそばにいてくれたおかげで最後までやり遂げました最初は緊張したけどやったら楽しかったです初めて声優と声優として声を出すっていうことをさせていただいたんですけど すごい真剣にやっぱり喋るのでこのいろんな場面に自分も行ったみたいなこう感じになってすごい楽しかったです全力を尽くしてワクワクドキドキできました楽しかったですはいいよいよ番組は最後になりました、えー、今日いっぱいねいろんな方出ていただいて、はい、栄光の山内社長まで、はい、出ていただいた話出ましたね今回ね <laughs> <laughs> でも作品にまなみも出てますもんね、はい いや、私もすごい楽しみながら、今回参加させてもらったんですけど。はい、なん続編ということで、もう来週もまた続きますので。なんとちょっと物語がまた面白いじゃないですか。はい、もう来週もぜひ楽しんで聞いてもらえればと思います。はい、そうです。ポルシアもまたまた出ます。頑張ります。はい、それでは皆さん、また来週。バイバイ。バイバ